テレテン、テテレテ。夜行性魅力の、オールナイトニッポン。わー。ね、電子レンジマンです。嘘袋です。ね。今日はオールナイトニッポンっていうことでね。はい。やるわけですよ。ね、今オールナイトだから、今8時12分で、夜の。あれもそんな時間か。ね。ね、そんなね、僕らが今オールナイトにやるべきことは何かっつったらもうね。今流行りですよね。ね。今大ブレイク中、もう一家に一台っていうかね。まあそうね、300人に250人以上はやってるに違いないっていうね。でも、そうだね。でも僕はやったことがなかった斬新なイベントがね。まあいいや、めんどくせえから言うけど、カウンセリングを今からやります。いや、ほら、僕がね、ちょっとやらなきゃいけないので。ね、諸事情。あ、やった！オークション落札したわ。やったじゃないか。ね。この、今、リアルタイムで撮ってるけども、別に僕がオークションで商品を落札しようが、この放送を聞いた人には何の関係もないから、カウンセリングが今から始まります。そうなんですよ。ね。じゃあ、それっぽくない感じでやるけども、まあ、とりあえずやるさ。そうですね。本来ね、顔つき合わせてやらないといけないですからね、これね。ね。精神が不安定な人にやるわけでしょ。まあ、そうとも言えないですけどね、みたいなやつですよ。ああ。まあ、なんか、なんだろうね。なんか、自分でこういう人間だ、自分は、みたいな感じで気づかせるみたいなのが目的らしいよ、カウンセリングっていうのは。はあ。だから、世の中でよ、カウンセラームカつくっていうやついるやんけ。ああ、まあ僕みたいな人ね。うん、まあ、俺も多分そうだったけど。うん、中学校。あれって、なんかほら、うん。あいつはムカつく。ねえ。なんか偉そうだったよ。あいつはね、人をバカにしてたの。ねえ、フレンドリーになりたいんだろうけども、なんか結果的に上から目線な感じになってた。そう。うん。なんか人の話を聞こうっていうか、引き出そうとしてるから、なんかね、うざったい感じになってしまうっていう。ね、嫌われてたもんね、僕らのお友達にも。ちょっとひどかったもんな、あれな。うん。そんなにかと思ったけど、確かに、うーんっていう感じではあったからね。うん。まあいいや。悪口ばっかり言っててもしょうがないな。そうですね。ではね、片手でワードにいろいろ打ち込みながらやるわけだけどもね。うん。まあいいや。じゃあね、まずあれだよ。カウンセリングを始めるにあたっての説明をさせてもらうぜ。ほう。カウンセリングのこの、何？説明をします。はい。はい。ほら。カウンセリングしていいだろ？うん。同意を得なきゃいけないんだ、まあ。ああ、そうなの。うん。ほら、あとね、日時とか雰囲気とか状況とかをね、記録しておくから。記録しなきゃいけない。いいかなーっていう。ね。2月14日じゃねえや。2014年2月2日、アスカゴロンの命日ですよね。そうなんです。お前だなーってやつ。お前だな。違う。俺はその頃、お茶をギャバン湯飲みで飲んでた。で、なんか、この者、麻薬犯人みたいなのが書かれる。そうなんです。ね、紙みたいなやつが貼られるんだっけ？貼られるんだっけ？なんか、あるんだよ。で、なんか知り合いの刑事が出てきて、あいつか、みたいな。ズワッと一回しか見てないな、結局。ああ、私もそんなに見てない。たまに見るけど。あんまりレンタルやない。カウンセリングのね。はい。カウンセリングの目的について話しますよ、僕は。はい。まあ、そういうね、まあ、そういうものについてやるわけだよ。ああ、レポートとしてお前のあれは出されるんだよ。うん。うん、それはいいかなっていう。ああ、もうしょうがない。もうそもそもこれ、もう全国ネットで公開しちゃってるレベルだからね。うん、まあ、君が誰かをみんな知らないし。ね。僕、マシュー竹下だし、誰。うん。マシュー竹下。マシューくん、マシューくんね。マシュー竹下。で、あと何、何話、んそれは言ったわ。話したくないことは話さないでいいよっていう確認。あ、そう。うん。うん。あと、まあ、ね、そのレポートを見る人が、このレポートを見るよっていう。ああ、だろうね。うん。
あと、レポートを評価した後は、もうシュレッダーでそのレポートを配布するから、プライバシーについては安心だよっていう。なるほど。もう全然安心じゃないけどね、これ撮ってるから。うん。まあ、別にね、大丈夫です。そういう設定だよ、みたいな。で、まあ、カウンセリングの同意にあたってはですよ。はい。まあ、お前のね、協力を得るカウンセリング練習なんで、うん。重い内容は、重すぎる内容は避けろと。あら、そうなの？なんかね、そうするとね、あーってなるじゃん。しかもみんな落ち込んじゃうじゃないか。うん、うん。で、失敗することもあるじゃないか。そうだね。練習だからな。うん。だからまあ、その点をね、気をつけようっていう。なるほど。うん。では、じゃあ、僕、嘘袋が、はい。この心理学者の嘘袋ですよ。ねえ。まあ、心の病気と書いて過電って読むんですけど。はい。その、僕らが、病んでる人間が病んでる人間にカウンセリングをするっていう、素晴らしいね。ね、僕たちは迷いながらだよ。なんだっけ、それ。ガンダムシードだよ。だっけが。うん。ん？あったっけ、それ。デスティニーだ、デスティニー。僕たちは、ああ、あれか、うん。うん。あれの歌歌ってる人好きだわ。うん、ああ。なんかもう一個ね、ブラッドプラスかなんか。あの、最初のオープニングだよね。そうそうそう。あれ好き。うん。シュッパー、シュッパー、シュッパー。はい、ということですよ。はい、ね、今はちゃんと、身内が来たからプライバシーに、ね、あれしたわけですよ。ああ。はい。では、もうさっさと始めて、さっさと終わらせてしまうか。ね。てれてて、ね、はい。気分は悪くないですか？ああ。そうだね。もう今悪いもんないの。まあ、それはどうだろうよ。じゃあ、一気にカウンセラーみたいにするから、よそよそしくなるけどね。ああ。やってみ。はい。では、カウンセリングをね、始めようかなと思います。はい。わあ。うん。最近悩んでることや困っていることいませんか？ああ、友達ができない。友達ができないですか？ね、全然できませんね。私、落ち武者でっていう話だけどね。まあ、それが常に悩みと。ね。僕は、この5年間ずっと悩み続けだよ。そんなにか。まあ、5年間。5年間って結構、長かったですね。ね、そうですね。高校3年間と大学2年間ですからね。でも、そうは言っても、まあ、ね、なんとかなるよ、きっと。うん。なって。はい。はい、なるかって話ですけどね。まあ、いえ、どうでもいいですよね。あのさ、これ結構ね、カウンセリングってね、難しいんだよ、つかね、俺。まあ、授業って言ってしまうけど、ああ授業内でやったカウンセリングって全部失敗してんだよ、俺ね。まあ、難しいだろうね。僕は絶対無理だ。なんか人の話を聞かなきゃいけないじゃん。ね、僕人の話聞くのあんま興味ないからさ。それじゃねえか、うん、あ、ダメだ、これ言っちゃいけねえんだ。失敗した。あのね、なんかね、だいぶね、言葉を濁さなきゃいけない。あの、相手を、これ説明しちゃったのか。まあ、相手を肯定的にしなきゃいけない。要するに。あ、だろうね。お前、ここダメだよ、じゃなくて。ダメだって言われたら、じゃあ死ぬってなっちゃうもんね。うん。大抵ね、そうなんですよ。うん、まあ、今のは、そういうことですよ。ね、ただの説明です。カウンセリングを受けるようなやつは、そういうやつなんですよ。うん。これを言ってしまったら、まあ、最後なんですけど、まあいいや。うん、今のはなかったことにしつつですよ。うん。じゃあ、これは、はあ、落ち込むようなことにさせてしまうような気がするけど、はあ、なぜ、友達ができないと思います？なぜ、それ重くなっていくと思うけどね。いや、それはね、うん、持ち前の、明るさ。
まああれですよね、まずほら、僕の思った通りのことを言うけど、濁さずに。はい。周りにさ、僕を受け入れるだけのこの器量がないよね。周りが受け入れてくれないということですね。そう、受け入れるほどの、こう、何、力をね、みんな持ってないね。あ、多分いつもの俺だったらなんかボロクソ言いそうなことだけども、まあいいよ。ね。あ、なるほどね。周りがなかなかこう、受け入れるだけの器量がないと。そう。受け入れるほどの実力がないというか。実力がない。ね、だからさ。メモしますよ。それに値しないっていうかさ、はい、なんだろうね。やっぱり、周りが良くないっていう一面を感じるわけですね。そう。良くないね。これ聞いてる人どう思うんだろうね。何言ってんだこれって感じだよね。クズ扱いだよ、多分。今までここまで言ってないからね、放送で友達できない話はしてるけど。それはボブさんとかだからね。ボブさんとか、あと、ね、何なんだっけあいつ。ゼッタ君、ゼッタ君。うん。そう、通称神優君。うん。うん。元気かな。ええ、まあ、元気じゃない。この後撮るしね、落ち武者。ああ、いい、まあ、彼にもカウンセリングしなきゃな。そうだな。まあいいや。うん。いやまあ、そんね、友達ができないつのはやっぱり困るわけであってだからね。そうですね。まあそれはまあ寂しいよね。寂しいね。そうですよね。寂しいですね。まあ、僕もね、あまり友達ができる方ではないんですね。はい。はい、ね。なんとかして話を広げようと思うんだけど、うん、広がらないんだよね、これね。だってこの話ってもうこの何年間も散々してるからね。言ってしまえば。うん。それでまあ解決に至ってない現実があるわけだから。ね、してないからね、一切。親にも言ってるし、家電の連中にも言ってるからね。まあ、それは僕はね。いや、みんなはそりゃ、東四郎ですよ。言ってしまえば。ね、あいつら素人。あいつら友達いるもん。そうですよ。僕もいないわけではないですが。はい。まあ、いいよ、いいよ。まあ、僕はほら、みんなと違って僕は志してますから。心理学を。ああ。メンタリズムを。ね、メンタリズムを。はいはい、やってますからね。うん。当然ですよ。はい。そんなこんなですよ。そんなこんなで、なんだろうね。まあ、周りが受け入れるだけの器量がないから友達ができないと。そう。僕はね、常に心を開いているわけ。ん？うん。心を開いてるわけ。開いてるんですね。そう、自己紹介とかでも、自分がさ、どういう人間かっていうのがすぐわかるようなこと言ってるわけ。ガッチャマンが大好き。なるほど。で、そこで、ギャルゲーの話とかするとみんな、なんか、引いてく。なるほど。引いてくんだよ、あいつら。クズだから。なるほど。大体さ、最近の若者はさ、協調性ばかりを求めてさ、こう、自分を出そうとしないよね。そこがいけないんだよ。だから僕を受け入れるだけの力量があいつらないんだよ。これ大丈夫？ちょっと待ってね。まあ、なんつうのか、仲間内でやるだけをこう求めてしまって。そう、なんでも団体行動にあいつら持ってきたがるから、四六時中つるむじゃん、あいつら、バカだから。これ、大丈夫か？あいつらバカだからさ、これ聞いてる人すげえ怒ると思うんだけど。まあ、仮名ですからね、結局。ね、仮の名前ですから大丈夫。マッシュ竹下こと電子レンジマンだから。そうですね。まあ確かにみんなつるみたいっていうのはありますからね。それも。そうですよね。そりゃまあね、誰だってつるみたいよね。そりゃね。一人は嫌だもんね。寂しいもんね。まああいつらはね。違うのそれ。あいつらはね、僕は違うけど。だから、あれなんですよ。
僕は別に四六時中友達と一緒にいたわけじゃない。一人の時間は時間で欲しいわけ。あー、ちょっと待ってくださいね、それね。はい。なんかそういうの大事だと思うんだよ、心理学的なやつで。なるほど。てるーん。てってるーん。てっ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 て。朝焼けの光の中に立つ影は、ミラーマン。ミラーマン。てるん。まあ、ここでやってるから、まあ、友達いないんですよ。そうなんですよ。まあ、これは僕個人の意見ですけど、カウンセラー、嘘袋とは違いますからね。ね。はい。なんだろうね。ね。まあ、それはそうですね。一人の時間も欲しいわけですから。そうですよね。敬語にならなくても大丈夫ですよ。はい。まあ、緊張されてると思いますけど。みんなかっこいいこと言っちゃって、私だって、かっこよさでも引けを取らんぞ。沼じゃないの、それ。諸君。諸君？てて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 。カウンセリングじゃないね、これ。うん、まあいいわ。まあそうだな、ちょっと待ってよ。あとなんかあっかな。じゃああとはなんかな。それはああ、これもまたすごい重くなるような会話をしなきゃいけないな。あら。こう、自己主張がないって言いましたよね、先ほど。ああ、他人がね。うん、そうそうそう。自己主張がないっていうのはわかりましたけれども、はい。まあ、それは、まあ、わからないことではないです。はい。はい、自己主張しすぎってことないですか？あ、僕が。はい。いや、もし勘違いだったらあれなんだけど。あらー。いやー、ほら。これね、この発言はですよ。これさ、僕だからいいけどさ、本当に困っている人がそれ言われたらどうするんだろうね。だから、これカウンセリング的にはね、これ非常にまずい発言。まずいよね。これね、お前ダメじゃねって言ってっからね。前世だよね、軽く。軽くっていうか、ものすごい前世だよ。僕の人生全否定だよね、それ。小学校から全否定だよ、それ。そうだね。でもね、それをなんとかね、肯定しなきゃいけないんだけど。あら。だって、今までできなかったし、ダメだったからこうなってるんだもんな。そうなんよな、それは。もう、僕もう20歳だからね。二十歳ですよ。15歳から友達いないからね。そうなんだよ。あのね、何なんだろうね。ってかね、これね、俺とお前の関係にも現れてると思うけど、ああその、なんつうの、四六時中つるみたいわけじゃないじゃないか。ああ、そうだね。だから、俺たちって、友達じゃなくて知り合いなんだよ。厳密に言うとそうかもしれない。うん、そういう風にいつも名称してしまうじゃん、しかも。ああ、まあね。知り合いのねっていう。知り合いの。そういった意味ではね、なかなかこう、友達の枠って難しいよね。ね、友達ってなんだっていうところに最終的にいつも行き着くわけだよ。そうだね。ね、四六時中だからさ、なんか、あ、軽音がさ、みたいな。おめえの、なんだ、椎茸仲間がさ、あれなんだよ、みたいな。そんなさ、めんどくせえじゃん。だ例えば、大学の講義とかもさ、わざわざ人と同じやつを取るって意味わかんないでしょ。まあ、その、授業の、なんだろうな、楽さを求めてるじゃないけど、やっぱりそれは大学に来て、学びたいわけではないってことじゃないの？ね、そこがもうまず僕と違うわけよ。僕はね、純粋に映画について学びに来てるわけよ。お、ちょっと待ってよ。少し待ってよ。何ですか？
あ、じゃあじゃあ、歌でも歌ってていいよ、ちょっと。待って、今メモるから。なんだっけ、なんか今言おうと思ったセリフだったんだけど忘れちゃったな。テレ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 テテテン、テレテレテレテテテン、あのね、Q 太郎はね、お化けの Q 太郎はね、頭に毛が三本しかないんだよ、ないんだよ、キュッ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 、Q 太郎はね、お化けなんだ、お化けなんだ、お化けなんだけれど、レタスなんだ、優しいやつさ、いつも頭をすかしているんだよ、ハラホレハレ。だけど犬にはとってもうまいんだってさ、パラパラパラパパパパパ、パラパラパパパパパ。さっきなんつったっけ？あれメモってて忘れちゃったよ。どこ？授業とか、こう、みんなで一緒に受けてて、あれかなっていうやつよ。そう、だから、授業を、友達と同じ授業を取ってみたいな、やつ、あいつらやるじゃん、だからさ。ああ。俺もまた聞いてる人がさ、お前何なのって言うかもしれないけど。多分、まとめサイトで載るかな？ね、載っちゃうよね。もう、これがね、地上波でやってたら、なんだこいつは、みたいな、ことになると思うけど。うん、マジきちんって言われる。ね、なんだろう。僕はさ、友達に慣れ合いは求めてないんです。何したって？慣れ合いはいらないみたいな。ああ。そう、傷を舐め合う道化芝居はしなくていいんです、じゃあ。もうだってさ、でもそれでまあ、悩みなわけだよな、お前。え？ホモになっちゃうじゃん。だからさ。多分な、はい、あれだよ、なんつったらいいかな。友達っていうものも、なんつったの、一般的な友達っていうものがなんか近すぎるような気がするわけだな。そう。なるほど。そう。かといって、周り、まあ、常に誰もいないのも悲しいっていうね。メンヘラ女か、お前は。こういうことを言うとね、もうみんなリストカットしちゃうんで。そうなんですよ。しょうがない。僕と彼の仲だからできるわけであってね。うん、良い子は真似しちゃダメだよ。良い子は真似すると多分友達本当にいなくなるからね。ね。うん。僕らはこれをもう15年ぐらい続けてるから何も問題ないわけです、みたいな。そうですよ。ね。仮面ライダーだからできるんだ、みたいなやつです。そう。ライダーキックは真似しちゃいけないぞ、つって。そうは言ってもするよね。うん、するだろ、子供は。僕はしないけどね。そこな。うん。それはお前しなかったよな、そういうの。僕はしないんだ。ライダー嫌いだったから。あれだけど。ライダーじゃなくても別にカブタックの真似とかしないもんね。昔から。カブタックはカブタックだからさ、僕じゃないわけ。なるほど。そういう感じ。だから、著作物っていうかさ、そういう非実在青少年っていうか、キャラクターに対しても僕はそういうスタンスで来てるわけ。あんまりなりきりおもちゃもだから、そんなに買わないわけ、うん。まあ、そうだね。ね、そうだ。外務のベルトすぐ売ったもん。楽しいっつって。外務のベルトそんなに面白くないよ。まあ、ベルト自体にそんなギミックないからね。今、うちに、ほぼ仮面ライダーのベルトあるけど。ロックシードいっぱい買わないとね、あれは。一番、最近のベルトで面白いのは、どれかなぁ。やっぱり、フォーゼかダブルじゃん。ダブルかな。いや、フォーゼ微妙なんだ、あれ。フォーゼか、スイッチあるから。音なんないもんね。あと、なんつうの？子供に難しいんだよ。押すのが。押すっつうかの、あれ。スイッチを入れんのが、丸×四角三角あるじゃん。対応してるやつに入れなきゃダメだもんね、あれ。そう。だから、しかも、あれ、ちっちゃくしか書いてねえじゃん。確かに。だから、すごい怒るっていうのと、あと、キワットのベルト。が、どうやら、顔が逆さなのが気に食わないわけ。それは確かにそうかもしれないね。変だよね。だから、こうだろうっつって、すげえ怒るんだよ。
なんか。確かにそれは僕も当時思った。うん、な、確かにあの、スマート、慣れてあれしたけど、うん、そう思う人は多い。僕、ヒバットベルト買わなかったもんね。戦は分かったけど。そうなんだよ。そうなんだよ、じゃね。じゃあ、まあ、なんかねえかな。もう何の話だか分かんなくなっちゃって。でもよ、あれだよ。まあ、友達が別にいなくてもいいやって思うわけやんけ。いや、友達は欲しい。あの、そんな一気いる必要もないだろうみたいな感じではあるし、でも友達が欲しいわけでもあるわけだろ。そう。あの、友達がいらないんじゃなくて、僕は友達がすごい欲しいわけ。うん。すごい欲しいんだけども、四六時中慣れ合ってるのは、なんか、気持ち悪いし、つったらみんないなくなってるわけ。高校も大学も。言わなきゃいいんじゃないの？いや、言ってないよ、直接は。あれかな？ほら、あの、あ、すごい心理学的な、カウンセラー的な、あの、言葉のごまかし方をしよう。あら。すごく、こう、ね、ほら、何かにつけて熱意があるじゃないですか。はい。いっぱい、こう、物事に取り組もうというか、熱心というか、ねえ、あるじゃないですか。これね、カウンセリングってね、結構、物事を言い換えて言わなきゃいけないんだよ。あら。例えばよ。情緒がありますみたいな。なんつうのかな。感じて豊かなお子さん。怒りっぽいなとかいうのあるじゃん。うん。怒りっぽいなっていうの。なんかすごい、お前真面目だな、みたいな言い方しなきゃいけないんだよ、なんか。ああ。物事にこう、熱心に取り込まれる方なんですね、みたいな。あの、要するに相手が傷つかないように。そう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 。ディスるみたいな。あの、ディスんだ、結局。うん。まあでも、そんなもんよ。うん。ああなんか、だからさ、めんどくせえんだよな。うん。あの、なんとの。やっぱりあれだろ？都合のいい奴が欲しいんだろ？うん。っていうのを、なんか言い換えななんか考えよう。都合のいいやつ。まあ、都合悪いよりはいい方がいいよね。そりゃ当たり前だよね。ほら、だってさ、まあ、それはそうだよ。まあ、それはそうだよ。自分にとって、そんな楽な人間がいれば、それはいいからな。ね、都合のいい人が欲しいわけだから。ん？いや、そうまでではないんだけどね。何なんだろうね。都合がいいに越したことはないよ、でも。確かに、そりゃ。あの、そこまで多分ね、あの、お前は悪い奴ではないのは知っているし。あの、この放送を聞いている人とか、ボブさんとか、家電の仲間たちは僕がいかにどういう人間かっていうことは、まあ大体知っているだろうっていうのはあるけども。そんなみんなはね、君のことを知らないんだよね、そんなにね。ね、うん、だから教えてやってんだよ。自己紹介とかで、うん。それが、だから教えてやってんだっつうの。あのね、多分ね、俺初対面で会ったら、あなんかすごい面白いそうだなーって言って話しかけるじゃん。でも近づきたくないみたいになっちゃうわ。話しかけに行くと、絶対、ああ、ってしかならないから。あそうなの。そうっすか、はい。お前、固めだろ、怖いよ。あの。そうなんですか。ああ、そうっすねーっていう。そうっすね。あ、こいつとは趣味合わねえなって脱出しちゃうだろ、みんな。ああ。あれだよ。なんつったらいいんだろう。でも僕はその状態でも別にオープンマイハートなんだよ。なんなんだろうな、それ。難しいな。なんつったらいいかな。だから僕はヤクザっぽい風貌なのが悪いんじゃないの。それも、違わねえこともねえけど、なんつったらいいんだろう。それを否定していいものか。あ、否定しよう。ああそんなことないと思いますよ。あ、そうですか。はい、全然、いいっすよ、ほんとに。あら。いや、で、ん？めんどくせえな。世の中のカウンセラーの人たちはこういうことは思わないでしょうけど、難しいんですよ、こういう悩み。ああね、どうせ解決しないし、ね、これ。
そうなんですよ。できたらやってるっつうのって話。とっくにやってるっつうのみたいな。でもね、あれなんですよ。あの、たまにさ、はい、去年とかだと、なんか映像撮ったりもしたんだけども、その中で、はい、たまたまこう、なんか、会った、なんか知らねえ人とかは、ああ、こういう、君こういう、あれだよね、みたいな、話してくれるんだけども、そこで盛り上がるんだけども、その後に繋がらないんだよね。ああ。ここで僕は何メールアドレスを聞けばよかったの。でもそれって難しいよね。それは無理だよ。ね、それだって無理だよ。急になんかさ、なんか交流ってどうやったら始まるのっていうところに行き着くわけだよ、それで。そうなると、手っ取り早いのは、まあ、例えば授業が一緒なのであれば、積極的に話しかけに行くとかになってしまうけど、それは難易度が高いよな。だってそもそも僕、他人と同じ授業取らないもん。でしょ？うん。てか、その前に他人いないじゃん。そうなんですよ。てか、突然さ、例えばだよ。うん。俺とお前がいたとて。うん。まあ、初対面だとするわ。うん。そうだね。で突然、俺がさ、あいつ面白そうじゃんけ、って、あいつ何授業取んのかな、って覗き見に行って、うん、あいつと同じ授業取ろうってなること自体気持ち悪いだろ。いや、ないでしょ。何こいつ、キモって思う。うん。そう、だからさ、一年の時にさ、僕はなんか、トゲメモのお話してさ、その後さ、未だにさ、なんかヤンキーみたいな、いわゆるリア充系の人はさ、あ、君何、ギャルゲー好きな人でしょとか言ってさ、なんか偉そうに口聞いてくるわけ。それがうざくてさ、なんなのあいつらじゃん。話合わせてやれよ、もう。いや、そこで合わせよ。あ、そうなんだよね、みたいな。ことを僕が言うんだけども。いや、そこでさ、いやー、そうなんだよ、みたいな。お前らに何がわかるみたいな。それは同時に考えてもいるよ。まあ、まあ、考えない日も思う時はある。怖いよ、最初から、みたいな。ね、もう遅いんだよ、こっちは。お前らの枠が出来上がっちゃって僕は浮いてるから、もうお前に今更壊れたところで知らねえよ、みたいな。じゃあダメじゃないか。もう手遅れだよ。つかね、なんなんだろうな、それは。難しいね、でも。ねえ、これを解決できないでしょ、もう。いや、まあ、ものすごい辛辣なことを言ってしまえば、終わりだけどね。はあ。いや、だから、それだと、そいつが自分で、ああ、こうだったんだ、みたいな気づくやつってないやんけ。ないだろうね。気づいたところで、あ、死のう、みたいになるもんね。そうなるよね。そうなる、そうなる。それを、やらなきゃね、むしろ。それをやっちゃいけないのがカウンセリングなんですよ。ね、カウンセリングって相性結果の鬱憤晴らすとこでしょ。鬱憤晴らすっつうか、なんつったらいいかな、説明しがたいけど。カウンセリングを受けることで、受けた側はどういうメリットがあるんだろうみたいな感じですか？あ、受けた側はそうだな。なんか、自分で気づくと変われるらしいのよ。ああなんかね。ああなんかほら。そうなの？うん、自分はこうでしたかーみたいな感じで、ああ、納得納得みたいになれば。ああ、僕何回納得したことかみたいな。うん。ああそうだ納得してさ、じゃあ、こう変えますわ、みたいなのを自分で促させるっていうか、うん、要するに、おめえバカだから頭良くなれよ、みたいなことを言うのはダメなんだけど、うん、お前若干頭悪いよね、みたいなやつを無言の圧力みたいなの知らさせるみたいなやつ。悟すんだね。うん。うん。で、あ、死のう。あ、じゃあ死のうにならないようにしなきゃいけないんだけど、でも、その、なんだろ、困ってる人がさ、困ってる理由に気づいたら死のうにしか行かない気がするよね。でもね、そうなるんだよ。あ、だから、死のう。それで、カウンセラーに一方的な敵意を向けてくるやつとか。ね、僕の友達にもいたじゃない、みたいな。カウンセラーにめちゃくちゃ敵意向けてたじゃん、あの人。うん。だから、それの、ま、ギャグもまたしかりで、その、カウンセラーにものすごい好意を向けてくるやつもいるんだって。ああ、うざいね。いるじゃん。そういうやつ。なんか、私のこと分かってくれてるみたいなやつ。だからさ、それこそ僕は浮かずにカウンセリング受けに行ったらそうなる可能性あるからね。てめえに何が分かるってのはあるし。ね、どっちにも行くよ。そりゃ。で、そいつ知らねえやつじゃん。うん。
局、完成だと、もう、受けるやつのこと、クライアントっつうんだけど。うん。暗いだけに。要するに、お前、ん？な、ん？何、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 何みたいなやつよ。クライアントって言うのよ。てめえ、てめえ、てめえがクライアントだよ。うん。ちょっと探偵は。何落としてんの？え？クライだけにクライアント。違うよ。その話じゃない。死ねえよ。だから、一番悪い形としては、まあ、名作漫画にあるけど、カウンセラーの一番悪い形。あ、何？美味しいもん。美味しいもん決まってんだろ。いや、もう死にたくて、もうどうしようもないですよ。じゃあ死ねよ。じゃあ死ねよ。それだと、あ、はいってなるから。しかも今そのシーン浮かばない段階で美味しんぼって言ってるからね。うん。ただ美味しんぼって言ってるからね。さすが美味しんぼだよ。ね。みんなも美味しんぼを読もう。ね、カウンセラー三重士を連れてきたよ。いらねえよ、三人も。よし、どうも。でもね、なあ、つうかまあ、話したところで今更変わるかだよ。ね。まあ、それはね、実際尽きない問題だよ、それは。ね。実際ほら、カウンセラーに、あれ？それ、さっきと同じこと言ってるわ。あら。まあね、僕の人生はお先真っ暗なんです。そんなことないですよ。まあでも、まあ、なんとかなるだろう。なんとかなるだろう、と言い続けて、ごめん。あれだよね、長い付き合いが必要だよ、お前と付き合うには。ね、そういうことだよ。だから、みんなもっとさ、ちょっとこう、何、耐えるっていうかさ、してもらわないとね。耐えるだけのメリットがない。それはしょうがない。そうだね。だってよ最初に仲良くなれるやついるじゃん。どうやっても。そうだね。その他の奴らだと。ああ。そういう奴ら同士だと。そうだね。で、こいつ面白いなって思った時に、面白さを上回るデメリットとかがあると、来ない。ああ、まあ、そうだね。いや、でも僕は別にね、こう、例えば大学入った最初の時とかも、ちょっと友達できる兆しはあったんだよ。高校もあったし、大学でもあったんだけども、だいたい、2ヶ月か、2ヶ月もないな。大学は1ヶ月で消滅したけど、あ、そんなんじゃない。大学2週間、1週間。あ、体験入学的なあれだけだわ。ああ、まあ。で、一応、こう、メールアドレスだけ教えてあるやつが、いたんだけど、一、うん、人。うん。二人っちゃ二人。一人だよ。まあ、一人いたんだけど、大学に来なくなっちゃったんで。ああ。来なくなっちゃったし、はい、もうメールしても帰ってこないんで、まあ、死んだかな、みたいな。高校は全員アドレス消した。ね、なんだろうなうん、元の関係が消えてしまうというか、逆に俺とお前なんで友達になったんだっけっていうね。そうだよね。小学校1年生の、秋だっけ春だっけ冬だっけ秋だっけ冬だった気もすんだよな。で、最初さ、1日ぐらい来てさ、消えたよね。そうだね。消えて、僕と、僕の当時の、すんごい仲良かった彼。が、まあ、某 A さんが、なんでだったかな、なんかね、気になったんだよ。来なくなったのが。うん。で、なんか、その後、なんでか知んないけども、まあ、こうなってたよ。せがれいじりの話したよね。ああ、したね。ゲームのね。ゲームのね。ゲームの。あれ、なんでしたんだっけ？なんでしたのかわかんないんだよ。で、その前に、後に僕、箱入り世界のビデオ買ってんだよね。これだ、つって。なんか、きっかけがもうその前にあったと思うんだよ、なんか。うん。
その、せがれいじりの話をする前に、あ、俺もなんかあったわ、みたいなことして、なんか仲良くなった気がした。うん、で、なんかその過程で、子連れ狼の歌と、明るいサザエさんと、明るいサザエさんじゃないや、サザエさんの歌だ。と、オースーパーミルクちゃんの話が出てきた。サザエさんの話なんだっけ？うちと同じね、仲良しね。ああ、それか。あなたもサザエさん、私もサザエさんを初めて聞いたのが、この嘘袋やすとしくんの口からだからね。そうだったの？小1か小2の時に。なんでそんな会話してんだろう。で、そんな歌知らねえよって思ってた記憶ある。うん。子連れ狼もね。まあね。子連れ狼だって知ったの、だって中学校ぐらいになってたんだから、ね。何この歌って思ってた。なんか暗い歌だな、みたいな。多分ね、あれだよね。多分それをみんなが思っている可能性がないことはないよな。ああ。なんだこいつっていうあれが。ね。そこで僕は当時弾いてないからね、別に。あ、こんな歌あるんだって。へえ。そこで、なんとかやっぱちっちゃかったからなのかな、そういうのも。ね、あの時だってね、10歳にもなってないからね。7歳ぐらいだよね。7歳ぐらい、うん、それは許容もするよね。俺は入学当初、同じ名前のやつがなんか転校したらしくてさ。ああ。ああ、こいつじゃなく、あいつが戻ってくりゃいいのになーって大きい声で言われたとか、そういう思い出がある。え、僕の小学校で？そうだよ、そうだよ。そうだ。いたのかな？ちくしょう。いたらしいの。まあ、いたとしても、なんかいたかもしんないけど、まあ多分ちくしょうだったと思うよ。記憶に残ってないってことは畜生だよね。てかね、もともとね、あそこの地域、畜生しか住んでないから。うん。だから僕畜生だからさ、割と居心地は良かったんだよね。よくはね、よくはないけど。なんていうのかな、畜生として育ってしまったのはゆえんだよな。しょうがねえよ。ええ、だからさ、畜生と仲良くなるしかないわけよ、僕は。僕しかり、彼しかり。ねえ。まあ、ゼッタ君しかり、まあ、ボブさんも、まあ、畜生でしょ、どっちかっていうと。うん、まあ、ひどい。まあ、畜生でしょ。お前、いとこなくすぞ、お前。ねえ、だから僕ボブさんとは、仲いいんだけど、すごく。仲いいよね。きっと。仲いいんだけど、はい、ボブさん以外のいとことは全然仲良くないよ。口も聞かねえよ。ボブさんっていうか、ボブはね、ちっちゃい頃から多分付き合ってるからだと思うよ。まあね、あと他の人がなんかエリート臭いしな。僕は畜生なのに対して向こうちょっと立派だからさ。畜生の僕が話してもちょっと申し訳ないなって感じするんだよね。ボブに対してなんかすごい失礼な物言いになるような気がしなくもないけど、ああなんだ、すごく濁して言う。なんか似てるからね。ああ、まあね。気質がね。そうだ、不幸を呼び寄せるしね。なんだろう、あの、性質として同じではないし、うん。まあ、君を下げて言うと、彼は明るいからな、割と。うん。まあ、かといってお前が、まあ、真っ暗なわけではない。僕別にね、そんなに暗い人じゃないと僕は自分では思ってるんですよ。何なんだろうね。かといって仲良くなるってめんどくせえしな。めんどくせえでしょ。酒を飲んだテンションで学校に行けってか。だってさ、酒飲んでさ、授業出ちゃいけないんだよ。そこで行けないんだよって言って僕泊まるからね。そうなんだよ。泊まるぐらいの実力は持ってしまってんだよ。だから、みんなさ、真面目じゃないやつも嫌いじゃん、基本的に。だから、いわゆるさ、あれ、流行ってんじゃん、最近。真面目系クズって。ああ、僕、真面目系クズ。それだろ。ああ。そうなんだよ。だから、例えばなんだ。ちょっと授業で塗って見せてくんねえとか言われても、お前には見せねえよ、みたいな。で、高校までは見せてた。高校までは見せてたんだよ、うん。大学では見せない。ノートはあるけど、お前に見せたくはないなってやつでしょ？そう。で、
何も書いてなければまあ見せてもいいんだけども、僕落書きしまくってるじゃないですか。そうね。それは見せらんねえよ、ええ。でもなんか相方のキャラとかまで最近書いてるからさ、ちょっと見せられないですよと思って。で、思いっきりノート出してるんだけども、あ、これ違う教科のやつだわ、と言って、ごめんね、みたいな。そこで僕はちゃんと見せればその人の友達になれた可能性もまあ 2% ぐらいあるけど。あ、あれじゃんってなるかもしれないよ、ワンちゃんワンちゃん。僕別に絵上手くないから見せたくないんだよね。まあ、それはわかるわ。ピクシブやってんだって話になるけど。あれは、自己満足っていうか嫌がらせだからな。ね。別に上手さを狙ったやつじゃないかね、僕は。まあ、上手いに越したことはないよ。うん。上手くはなりたいんだよ。だから、授業中授業聞かずに絵描いてるわけだからね。真面目なふりしてクズなところはあるっていう。うん。そう、僕別に真面目じゃないから、ね、真面目を装ってるだけで。かゆいダメって言われたから、かゆいしてたからね、中学校の。あ、してたね、そういうの。金持ってた。みんながなんか、外周つってぐるぐる回ってる時に。バカだな、あいつらって思いながら、プリキュアドリームライブやってるわけだよ。目撃されてるからね、しかもそれ。あ、そうだね。普通にやってた。だ普通になんか食ってたもんね。マクドナルドとか。あと、なんか、おやつラーメンみたいな大量に買ってさ、食ってた。ね、食って、楽しかったね。あれね、楽しかったね、結構。ね、あれが良かったね。あれがなかったらあの部活やってらんねえけどね。そうだな。うん。あれのおかげで保っててたっていうところはあるよね。ほんとひどい部活だったね、今思うと。あれは本当にクズだよね。ね、最低だよね、まあ。何にも取り組もうとせず。ニートだよ、あれ。ひどいかったなぁ、ほんと。部活じゃないよね、あれ。たまり場、あれ不良のたまり場だよね。言ってしまえば。クズのたまり場っていうか、クズの吐き溜めだよね。流れ物の集まりだもんね、基本的に。僕は最初から言ったけどさ。部活辞めたやつとか、うん、他にもう入れないやつとか。うん、流れてきても。部活は強制なんだっていうことで。強制だからしょうがない。入らざるを得ない。うん。僕は一応ほら、科学部に入りたかったから、仮入部をせずに入ったんだけど。ほら、仮入部めんどくさいじゃない。人と関わるのが。まあね。だから仮入部せずに入った。からね。俺は、あ、何これ、あ、やってねえじゃん、この部活って言って、君たちの部活に行ったんだけど、ああやってないのよ、完全に。まあ、やってないの、ね、やってなかったから、いいわーって言って、なんか音楽室から音楽聞こえてくるから、行ったら捕まったっていう。うん。まあ、音楽は僕らには合わないよね。僕目の前にギターあるけどさ、弾いてないもん、1年以上。ほら、これを弾けばきっともうなんかモテる。あ、僕も大月健二になれる。そうかもしれない。だからさ、指が覚えられないよ。ここで覚えられないよって言って諦めるのがみたいなね。ちょっと弾いてみてよ。やだよ。出すのめんどくさいし。そうなるんだよ。ね。いや、まあ、はい。なんつうのかな、例えばさ、俺がさ、何かできるとすんじゃん。なんか、いいや。なんか、山手線が全部言えるみたいなのでいいや。言えねえけど。うん。僕も全部は言えないね。秋葉原の次は、なんとか、みたいなあるやん。堀じゃねえや。お菓子町。みたいなやつよ。上の日本、クインテッドでね、やってたわね。そうそうそう。なんだかかんだか地獄町、みたいなやつ。そう、そんなやつ。あれで覚えてる。だけどさ、ああ、俺言えるんすよ、みたいなやつを特技で言ったとすんじゃん。うん。で、言ってみてよ、ってやついるじゃん。ああ、うざいね。殺せって思うよね。そう、そこで追求してくるやつとは友達になれないよね、きっと。うん、ただ友達になれないって他も友達になってないからね、そもそもね。まあね。例えば一発芸やってっていうやついるじゃん。ああ、だっけ、そういうやつが本当にうざかったね、うん、高校の時に。うん。中学校でも。殺すぞって思うよね。ね。言わないけどね。うん、言わないけど。言わないだけありがたく思うよ、みたいな。
だからそれがダメなんだね、本当はね、俺たちね。ありがたく思うよって思ってる時点でもうダメなんだよ。あのさ、うん、どうやっても一発芸ってさ、滑るじゃないか。滑るよね。あの、どう面白いやつがやったとしても、失笑で終わるじゃん。そうだよね。例えばなんだっけ。子供の声がすごい。うん。ああ。しょうがない。あの、なんだっけな。あれ、なんか中学校の頃にクソつまんねえくせに仕切りやってたやついるだろ。そうでしょ。うん。クソ野郎でしょ。うん。YSK 君ね。YSK。うん、まあ、ね、ボブラジのちょっと前の回に、ゼッタ君がその人に、どうのみたいな話があった気がする。あ、ないわ。間違えたわ。ないです。なかった。はい。なかった。それはなかった。別の人だった。なんかね、あの、クソタモリでしょ、クソタモリ。クソタモリ。クソタモリ。全然見てない。もう、つまんないのが目に見えてるからやめろってんだよ、あれ。あいつがなんか文化祭の司会やった時、うちの親すんごい引いてた、ね、何あれみたいな。喜んでないって言ったら。うん。あいつと、取り巻きも多分喜ばされてるだけで。あれ、つまんない。別に面白くない。愚痴だね。はい。愚痴で終了してしまうんですよ。あいつは面白いと思ってるだけだ、みたいなね。ね、この放送聞いてる人は、もしかしたら自分が面白いと思ってるかもしれないけども、周りからはそうは思われてない可能性の方が高いよ、つって。ね。カウンセリングとしてね、成り立ってないんですが、はい。カウンセリングね、なんでこんな話してんだっけ？どこからこういう話に派生したんだっけ？多分ね、僕と君が仲良くなった話から地元の話になってる。そうだそうだそうだ。うん。そうだね。いや、まあ、僕、ね、いろんな人と仲良くなってはいるけどもさ、きっかけが全部変だからね。そうだね。うん。だってね、中学のあの人もさ、なんか、たまたまだよ。結構。あれはなんでだったのかよくわかんないのもあった。僕もね、自分でよくわかんないんだけど、しかも別に4月に仲良くなったわけじゃないんだよ。6月か7月、7月ぐらいだよ、仲良くなったの。で、理由もなんかね、たまたま僕はオーレンジャーが好きだったのが、なんかのきっかけで知れたんだよ。なんか多分さ、うん、そういうのを考えると、そういう趣味が一致しないことにはどうしようもないんだろうな。そうだね。だって話合わない奴と長くなれるわけないじゃん。なんかさ、話合わない奴と、まあ、長くしないこともないけど、俺。まあ、その場では長くすることはあるよ、それは。ただ、趣味合わねえとさ、うん。何やってんだこいつってなるじゃん。そうだよね。相手の趣味の話されても、はぁってなるでしょ。うん。俺、カウンセリングを今やってるわけじゃないですか。うん。私ね。そうですね。でね、もう一つ僕に気質として、まあ、でっかいものがありまして、話すの好きだけど、話聞くの嫌いっていうのがあるんですよ。まああるだろうね。家電みんなそうじゃん。うん、話したいよ。それ話したいんだけど。ね、気がついたらパソコンの電源が落ちているというね。もうかなりメモしてないっていう。忘れてました。まあ、録音してるからいいよね。そうですね。録音してるからこれすぐしかもアップロードするしね。それ聞けばいいみたいな。いや、まあね。しょうがないよ。もう。ね、僕の人生しょうがないでしょ。でね、今何分くらいやったこれ。53分やってる。3、40分でね、なんかもう解決に至らなくても構わず、時間が来たら次回の面接につなげる形でもう閉じてもらって構わないって書いてあるから。まあ、練習だしね。まあ練習だからね。何にも解決してないけど。いや、解決しねえよ、そんな。解決は無理だよね。僕の友達がいないのは今に始まったことじゃないんだから。まあ。ただね、落ち込みはしなかったね、今回の会話では。ああ、そうだね。うん、だって、もう、当たり前だからね、全部。まあ、その自分とうまく付き合っていくか、みたいな話になるんだろう、なんか。ね。
で、もうさ、しょうがないから、もう出会い系サイトでも使うかと思ったんだけどさ、怖くてできないんだよね。うん、それは間違ってるな。もう友達を、だから、こう、待つのはダメだ、つってさ、じゃあ自分から求めるしかない。出会い系サイトだと思ったんだけども、出会い系サイトってさ、なんかメール送るのに金かかるらしいんだわ。それじゃ出会えない。それじゃ出会えないじゃん、絶対に。それで、ね。それでそっちに行かないで、みんな、ツイッターに行くんだよ。ね。だからさ、ツイッターってさ、すごい慣れ合いがうざいんだよね。これ、僕ツイッターやってるし、僕をフォローしてる人が聞いてる可能性もいっぱいあるから、あんまり言いたくないけど、なんかこう、慣れ合い感が嫌なんだよね、ツイッターの。多分ね、それが友達のきっかけだからね。難しいよね。難しいよね。あ、今、すごいごまかした。うん。全肯定されても、それはそれでなんか、ちょっと、んって感じになるよね。まあ、あの、なんとかな、ちゃんと意見を組み交わせる人間ではないといけないけど、うん、一方的に言われても困るしっていうか、そうだお前の周りにいた人間はあまりいい人間たちではなかった、とは思うがね。なあ。まあ、言ってることは正しい。わかるわかる。うん。かといって、ほら。突然否定されてもなんだお前は。って、なるよ。まあ、カウンセリングの基本ですよ、それは。はい。全否定はしちゃいけないっていうね。ね、だから、僕はツイッターで試しにこう、なんか、これはこうだと思うって書いたら、それは違う、なんとかこうだ、こうだ、もしね、みたいなのが来んじゃん。で、あー、すいません、僕が、あなた様を傷つけてしまいました、みたいな。で、僕の方がなんか落ち込む羽目になるっていう。それを無視するだけの起業は必要だよ、でも。ね、それ来たら、あ、そうですね、つって。そうですよね。だから、そうですよね、つうか、無視でいいよ。うん。うん。あのね、気にしすぎだって、その場合は。無視したらしたでさ、なんか、より感じ悪いやつだと思われるんじゃないと思って。あのね、その、お前ね、お前、としてのその、なんつうのかな、こう、いいところが、なきにしもあらず。じゃん。ああ。なのにもかかわらず、その、中途半端にその、自分ではない感じが良くないのだと思うぞ。いや、ほら、やっぱりさ、僕ら人間なわけじゃないですか。まあそうですね、僕らみんな生きているからさ。はい。で、僕は、基本的に自分さえ良ければいいわけ。まあ、それ大体やってそうですね。僕、自分さえ良ければいいんだけども、それゆえにさ、逆に、例えば、相手が、僕に対して怒ってきたとしたら、もう怒らせてしまったっていうことが、ダメなの。僕の中では。てかね、あれだよね。つか、小中学校でクソみたいなトラウマ作りすぎなんだよね。うん。まあ、僕らってすごい作らされてるよね。トラウマは。だいぶさ、それであの足かせになってるところはあるよね、俺たちね。ね、相手の気持ちを考えろ的なやつを、ちょっとこじらせすぎてるところはあるよ。よくだから、だからそれの反動で、もう、今は俺、なんかもう、人のせいにするパターンが多いけどね。だから、僕らが悪くないのに僕らが巻き添えで怒られるパターンがすごい多かったじゃん、小中学校で。うん。だから、もう自分は絶対に、悪くないように心がけても無駄なわけよ。そうだね。ね。どうせ怒られるんだから。ね、ドラゴンボールガムが落ちてたら怒られるんだから、僕らが。なぜか怒られる。連帯責任っていうわけのわかんないことを言われるからな。ね。あの、掃除を、例えば一人だけサボってたら全員怒られるんだから。話、だから、こう、ちゃんと掃除やれよ、お前ら、みたいなこと言って、やんなかった人すんじゃん。メガネクズが、うん。やんないことによって、怒られるのはメガネクズよりも、僕ら、ちゃんとやってた人たちっていうね。ちゃんとやってた人たちには、本当悪いと思うけど、じゃあ怒んなよ。うん、じゃあ、全員で集めんなよ、みたいな。まあ、ね、先生方の言いたいこともまあわかるんだけどさ、僕らが精神歪んだだけだからね、あれ。当事者は別にどうも思わないんだもん、ね、あれ。
だあのね、あの学校さ、加害者が勝ちじゃん。そうなんだよ。やられたらやり返したらやり返した方が悪くなっちゃうじゃん。皆さんの学校でもそうだったと思うんですけど、ね、そういうのあるんですよ。やられたらやり返してはいけないとか、やられたらやり返した方が罪、完全に悪、死刑っていう。もう、お前が死ねみたいになるからね。じゃあ、お前も同罪っていう風になって、なぜか同罪からだんだん比率がこっちに思いのが固まってくるみたいな、ね。幼稚園からそうだったな。だよね、なるよね。だからそれを、そういう教育をみんなが受けていれば、みんな歪んでると思うんだよ。っていうか逆にでも、みんなそれを重くに置いてないっていうか、それを深刻に受け止めていないがためにちゃんと人間としてやっていける。先生を敬ってないんだみんな。まあ。僕すげえ敬ってたけどね。敬うわ、ほどの人間でもないけどな。ね、担任すごい敬ってたよ、小学校でも。中学校は、まあ、あれは先生っていうか、お友達みたいなもんだよね。主任はともかくだよ。ああ。僕の担任はまあ、お友達系だからね。でも関係は悪くなかったけどね。もう完全にあれだよね、もう。もう、ゆとり社会ですよ。うん、教師のお友達かみたいなやつ。お友達だよ、あれは。いや、いい先生だったと思うよ。まあ、ね、まあ、お友達だよ。いや、いい友人であったと思うよ、みたいなやつ。そうそうそう。いや、悪い人じゃないしね、全然。うん。いや、かなりいい人だと思うよ。担任は。担任以外はどうだろう。担任以外はどうだろう。担任以外はどうだろうね。どうだろうって感じだったな。いや、まあ、熱意はあったよ。うん。熱意が俺たちの方に向いているわけではないっていう、ね。本人の気合があったよね。あの、うんちくみ先生は。名前出さなきゃなんつってもいいのかっていう感じになってるけど、まあ、僕らにはうんちくみでおなじみなんです。その先生は。しかも本人はうんちくみとは言ってないです。まあ、でも、あだ名ってそんなもんじゃないよ。そうだよね。そうだなぁ。あ、トイレ来た。君があの、うん、あ、名前の2文字だけを取られて、チーって呼ばれてたぐらい、あの、わけのわかんない呼ばれ方するじゃないか。ああ。チーって。あれ嫌だったなぁ。あだ名ってさ、適当じゃん。うん、そうだよね。まあ、あれだよ。トイレ行けばいいよ。いや、じゃあトイレ行ってくるから、なんかここまでのあらすじを飾っといて。あ、終わった。まあ、20秒ぐらいで帰ってくるけど。よっと。おう。いや、ほら。これは、なんか、カレーのね、あれに、悩み的なものを、ほら、聞いて、それをカウンセリングしようという、ね、ものなんですよ。ただ、僕は素人。学んでると言えど素人。うん。うん、まあ、しかも成績の悪い方なので、7でカウンセリングになってるかなってないかっていうか、なってないんですけどね。そうなっております。この後は、カウンセリングを行った感想や、行われた感想ですよ。それを言ってもらったり、言わなかったりっていうことをね、してもらうんです。そろそろ戻ってくるかなっていうね。アムロ、アムロ、アムロ。フラウボー。キムタクは僕じゃないぞ。それは、あれね。おう。あれ、やったんだよ。TRPG をやったの。噂の。ああ。あれ。ああ。ああいう突然のノリに弱い。ああ、だろう、ね。さっきのなんか、一発芸の話ではないが。ああ。あの学校でアドリブ性を求められることは一つもなかったではないか。ああ、ないね。いや、僕らに対してはないよ。なんかあったっけ？いや、だから決められた枠みたいなやつです。ああ。うん。なるほど。
ああ、そうだよね。だから、感受性豊かなというかさ、こう、何？自由な精神っていうか、なんだろう。こう、夢を持った子供みたいな、やつは特に求められてない。うん。死ねっていう感じだったけど。うん、そういうやつは死んだ方がいいよ。って感じ。でも、口でまあ。は、こう、なんかこうね、こういろんな発想を持ってみたいな、これいろいろね、先生って。ただまあ、それさせなかったよね、絶対にね。ね、そこがさ、まあ、所詮日本だからね、しょうがないよね、それは。ジャパンだからね。ねえ、あんまだってさ、先生もさ、意見されても困るでしょ。そうだね。僕はそっちの道にも通じていないこともなかったけど、教える側ってめんどくさいからね。だろ？自分がだっ先て生だったさ、らあんなクズのこと付き合いたくないもん。自分も含め。逆に、俺が俺のことを好きかって言ったら嫌いだからね。ああ、僕自分大好き。だからね、それを突き通せよ、お前は。そうなんだ。僕は自分が一番日本じゃない、宇宙で一番偉いと思ってるけど。まあ、宇宙じゃ2番目だと言われるああ、からそう言ね。われるからしょうがないけど。なんだけどね、みんなはどうだから思っね、てんだろうみたいな。そこはね、気にしなきゃいい。だから、自分がでいいって。だから、僕は一番宇宙で好きなわけ。まあ、それではもそう他だ。の人に嫌われるのはちょっと悲しいわけ。そうすると、どっちかを削らなきゃいけなくなるわけじゃないか。ね、難しいね。それで自分を押し殺した友達ってなーにってなるわけじゃん、君は。ああ。じゃあいらねえよってなるじゃん。いやー、難しいよね。だからこれを聞いてるさ、悩める子羊たちもいっぱいいる。いっぱいはいねえな。まあ、いるかもしんないけど、だから僕も友達いないんです。いないか、そんな人。いやー、僕も友達いないんですよって書き込めるやつは友達いるって。いるよね。うん。書き込めるだけでもまだいいもんね、それはね。いや、でも、ツイッターとかでさ、あんなになんかさ、慣れ合ってるっていう言い方はよくないんだけど、お友達、僕ら、フォロワーみんなお友達みたいなさ、人たちもさ、なんか友達ね、ツイートみたいなのするから、現実では成功してないのか、そういう人たちは。してる。してるよね。あのだよ。さ、そこはかとなくセンスが見え隠れすんじゃん、あれ。ダメなやつのツイッター、例えば俺の動画を見てると、ダメだなって思うもんね。ああ、そうなの。俺のをよそから見た場合、こいつ友達いるかっていう感じで見た場合ですよ。あ、でもたまに友いないで達の話題するじゃん。す。僕はそれは、ほら、僕は友達いますから。そうだね。僕はいますから。僕もね、なんでていうのかな。も、あんま友達とかの話しないよ。ボブさんとかしか出てこないもん、話題に。てか、その話するの俺たちにだろ？ああ、そうだね。他人に向けてないよ、別に。で、あと、その時の知り合いに言われたんだけど、俺は、友達に対して期待することが大きいっていう話だったらしい。要ああ。ああ、するに、時間を守らなくても許されるみたい違う違う、それは違う。それは違う。な。そこを言われてしまうと僕はただの悪人になってしまうから、僕は自分を擁護するけれども。絶対に1時間ぐらい僕待ってるからね、待ち合わせすると。それはほら自分が大好きだからね。ね。しょうがないけど。僕もう別にそれで慣れてるしね。だからね、それをお互い許容できる人、ああ。それが大事。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと。全部やってないね。うん。ダメになりそうな時っていうかもうなってるしね。うん。もう。もう、なんだろうな。まあ、運命的な出会いでもあればいいですね。本当だよ。
だからもう極端だし、友達はいらないからさ、誰か結婚してくださいみたいなことを最近思ってるけど。よりハードル高いよな、それ。だから、もう、結婚したーい。相手がいたーい。もうこれで終了ですよね。この歌で終わりだよね、全部。だから最近あの歌聴くたびにちょっと憂鬱になってるんで。あれ、年々シャレにならなくなってるぞ。相手がいなーいってなって。まあ、アダージャさんは33歳だから4歳だから、それよりはいいかもしんないけど。勲章欲しい、諦めなさい。まあ、そうなんだ。ね、サインをしたい、もらい手がない。これがわかる人と友達になれたり、なりたいよね。で、今まで、それがわかるやつしか付き合ってないからね。そう、そうそうそう。わかんないやつにはわからせてるけどね。わからせようとしてるけど。まあ、ポブさんとか別に頼むファン見てたしな。まあ、僕は見せてたんだけどね。あのね、多分、なんか友達になれそうな人間をもう一人作るとするならば、そうだな。おつくんみたいなやつがいればいいんじゃないかな。なんか、ね、ツッコミを入れてくれるタイプの人間。ああ、そうだね。彼は話しやすいところではある。まあ、タイプはまた別として。うん、例えば、こう、人の話を聞いてくれるタイプじゃないか。そうだね。まあ、落ち武者でもそうだもんね。うん。それができる人間を探せばいいんだけど。ね、探してるじゃん。ほら、なんかサークルみたいなのに入ればいいんじゃないの？あ、やっぱりそうなのかな。いや、親にも言われた。大学、でかいじゃん。でかいよ。特撮部とかあるよ。で、なんか先生がさ、SF 研究会やるとか言っててさ、初耳だよ。やれば？入れろよ。なんか SF 研究会1年生が作ったんだって。もう早く行ってくれよ。冷やかしに行ってやるから。論破しちゃえよ。え、あ、君たち SF が好きなんだね。牛山小太郎見てるよね、じゃあ。SF か、それ。ちょっと待って、SF じゃないだろ。SF じゃないの。牛山小太郎は。SF っていっぱいあんじゃん。スペースファンタジーじゃなかったっけ？少し不思議も含むけど。まあ宇宙戦艦ヤマトとかでしょ。そうだね。ガンダムもまあ SF でしょ。うん、マグマ大使もまあ、牛山小太郎は SF に含めてもいいんじゃないの？スペースではないよ。サイエンスもまあ、サイエンスはまあ若干あるでしょ。妖術とか使うから。あ、そうか、スペースファンタジーじゃねえわ。サイエンスフィクションか。スペースファンタジーって何？スペースファンタジーはちょっとスペースオペラ的なものだよ、きっと。怪物が SF だよね。まあ、あれは SF でしょ。SF だよね。間違いないよね。だって、時間旅行の話だもんね。地獄モデル。発想ギリガーって、発想ギリって切ってねえからね。うん、切ってないよ。発想ギリって技使ったことないよ。うん。発想の構えとか。あれちょっと光るやつでしょ？うん。めくらましみたいなもんだよ、あれ。小太郎。すごい眩しいから嫌だって言って帰るっていう。うん。ねえ、牛若小太郎知ってる人は大学にいねえかな。いるとは思うんだけどね。ていうかね、お前に知らされなかったら俺も知らないからね。だろうね。ボブさんも当然知らないだろうし。ボブさんにはなんか車でさ、3時間ぐらい走ってる時にぶっ続けで見せたから知ってるだけだもんね、それも。っていうかね、多分ね、それがあると、やっぱり、お前という人間を分かってもらえると思う。ただ、その3時間っていう時間って、取れねえじゃん。だから、誰か僕の家に一回来てくれればさ、それいくらでもね、接待してやるんだけどね、と思って。だから、君ん家に来るのは宗教の勧誘員しかいないだろ？ああ、そうなんだよ。まあ、僕の家に来るイコール、僕は宗教に勧誘しているようなもんだけどね。まあ、そうだな。この前もだってね、僕の家に君たちが来た時見せたじゃん。ムーミン。ムーミンとウルトラバーさん見せたじゃん。もうさ、まあ、ムーミンはいいよ、まだ。ムーミンすごい。ウルトラバーさん見せられた日には俺もう友達辞めるものね。ウルトラバーさんのなんか、金武器先生の話。もう耐えらんないよね、あれね。あれはだからさ、まだ家電の皆さんに見せたからいいけどさ。普通の人にも多分見せるからね、来たら。
俺正直な話ね。うん。あれが一番東京行ってつまんなかったもん。あ、そう。龍が如くを見せられるよりきつかった。あれもね、きつい。あのね、彼も彼で思いやりがない。彼は。他人の家でさ、何時間もゲームやれても困るからね。他人の家で、しかも一人用のゲームをやるってことじゃない。正気の沙汰じゃない。ね。まあ、小学校時代そういう人いたよね、でも。バカだからね。うん。僕の家に来てさ、何時間もドラクエ7やってるやつがいたもん。あの、キチガイ歯医者の息子がいたけど、あの、俺ん家にポケモンだけやりに来て、お菓子を潰して帰るって言って。ああ。そうだよ。突然上がり込んでたよ、俺。許可してないから、そもそも。なんなんだ一切許可してないのに、突然部屋に入ってきて、お菓子を潰して、畳にくっつけて、帰るっていう。すごいね。正気じゃないよ。正気の沙汰でないよ。もうね。例えば、君も、君と、ひろしくんがさ、ああ、そんなやつだね。うん。仮にね。うん。突然、部屋に入ってきてさ、うん、お前はカードを盗んだって、机を荒らされたらどう思うっていう。なんだろうね。小学校、そういうことあるよね、でもなんか。そういう。あれぐらい、君とひろしくんに殺意を湧いたことはないね。まあ僕も行くしかないもんね、それは。そいつが、そう言ってきたら。結局あれ、どういうことだったの、あれ。なんなんだろう。なんかね、まあ、カードってさ、疑心暗鬼になるんだよね、やっぱりね。僕も盗まれてるしね。まあ、あいつに。あいつな。ね、僕、土にカード埋められてるからね。埋められたらもう怒りも湧いてこなかったけどね。あ、そうだし。もうだってさ、なんつうのかな。理由になってないっていうか、何のためにっていう、ね。どうしよう、まあ、取ったやつだからさ、うかつに使うのもできないんだろうね、きっと。バレちゃうから。っていうか、そもそも、レアカードだったっけ？あれ、そこまで強くねえよ。なんか、僕が食べたい好きだったデュアルファングと、デュアルマスターズの。あとゼロのやつ、攻撃力ゼロのやつ。と、何枚か、買ったな。ピカピカ光ってた。光ってはいた。僕は割と熱心に使ってたやつ。てか、あれどこ行ったんだろう、俺。なくなったな。大事にしてたんだけど、あれと思って言ったら、土に埋まってたよ、つって。っていうかね、多分ね、その状況で言うと、うん、俺よ、当時覚えてないけど、土に埋まってたよって言ったの誰？俺？いや、その横にいたやつだよ。あいつか。そう、仮にまあ太郎としておこうか。頑張れ頑張れとかべん。山田太郎。うん。あんざは？うん。うん。あいつが、なんか、一緒に君も来たよね。そう、多分ね。来てたよ。多分、俺とお前と、あとあいつで遊んでたんだと思うよ。うん、ああ、そんな状況だよ。公園とかだったと思うよ。記憶の改ざんがあるからわからないけど、俺は多分それを知ってたんじゃないか？多分そうだよね。で、多分、傍観はしてたと思うのよ。ああ。だってあいつってそういうやつだしね。ずっと。まあね。うん。そんなに驚きはなかった。そもそもさ、ずっと、まあ、あいつの悪口大会になってるな、まあいいや。あいつ悪いやつだな、しょうがねえよ。太郎。あいつ嘘しか使わないからね。あいつ一番信用ならないもんね、言ってしまえば。昔からさ、嘘しか使わないからさ、ゲームとかでも全部嘘つくんだよ。だろうね。今も。で、多分ね。ああ、まあ、神井くん、ゼッタくんが今も付き合えるらしいなんで。よく付き合い続けるなって思う、俺は。まあ、俺たちにも言えたことだけどね。まあね。メリットないじゃん。ないね。成人だよ。僕たちは互いに成人だよ。うん、
ひじり人だよ。なんだろう。僕自分が得になるような嘘はあんま使わないけどね。なんだって？自分が得するような嘘は、あんまりこう他人には使わないけど。むしろ損する方向に僕やってるからね、いつも。あ、わからんでもないわ、それは。結果は友達が減ってるっていう。なんでついちゃうんだろうね、あれね。うん。しかも不利になると分かりながら言ったりするから。そうだね。自分を悪く言うかね。自分を悪く言うやつで仲良くなれないよね、きっと。他人は。いや、僕ほらクズだし、みたいなこと言う。なんかそういうやつが嫌いなやつもいるから、なんか自虐するやつを。うん。まあ、自虐するやつは確かにうざいよね。あのね、自虐ってね、過ぎるとね、めんどくさいよね。うん。だって自虐ってさ、すればいいんでしょ、と。自分がすれないけど、他人にされるとどうすればいいかわかんないもんね。じゃあ死ねよってなるよね。うん。死ねよって言ったらめんどくさいことになるじゃん、きっと。僕はそうだね、って、みたいになっちゃうもんね、やっぱり。あ、君はほら、カウンセラーに向いてるんじゃないか？なんつうのかな、スルーするっていうか、スルー好き。そうっすねってなるのが大事。うん。そうだよね。あんまり深刻に取らないでほしいよね。自虐してる側からすれば。半分ギャグだもんね。いや、でも、あれ、捉えてほしいやつもいるじゃん。ああ、そういうやつだったんだね。僕らはあくまでもネタとしてやるからね。手つけらんないよ。うん。ネタでやってるんだけども、多分ね、聞いてる側は深刻に取られちゃうんだよね。はい、一回止めてたけど、また再開しました。再開しました。まあ、もう話すこともないけどね。まあ、ないね。うん。では、まとめてはないですけど。はい。まあ、俺がレポートを書くために必要なことを聞かせてもらおうか。ほう。どうよ。カウンセリング受けてどうよっていう感想をね。ああ、感想。うん。まあ、どうにもならなかったね、みたいな。ちょっと待ってね。うん。まあ、それはそうだな。うん、まあ、どうにもならないよね。なんか他はあるかい？ね、まあ、僕の人生お先真っ暗だね。大失敗だね、これね。俺もうこれカウンセリングとして書いていいのかわかんないよ。まあそうなるよね。まああれですよね、好意的に書けば、僕の人生って、もう、小学校に入った時点で、手遅れだったんだな、みたいな、ことが改めて分かった。人格否定もいいところ。そうなってくるよね、でもね。だいぶね、もっと。結局のところ、小学校の教育っていうか、幼稚園から小学校の教育の時点で、この性格になるのは、まあ必死なわけよ。まあな。避けられないわけよ。で、この性格だから友達ができないじゃん。どうしようもないじゃんね。まあ、生まれの不幸を呪うがいいみたいなところはあるよな。ね、それだよね。だからあの子学校じゃなかったら、多分、こういう性格になってないよ。いや、まあ、言い方悪いけど、もうちょっとマシだったと思うよ。ね、まだマシだったと思うよ。まあ、あんま変わんないけど。まあ、でも、ほら、なんだろう、もうちょっとあったかもしれねえよな。でも、小学校はひどかったからな。うん。本当に、だって最初の方では僕割と明るい性格の子供だったんだけども、やっぱでも、小学校4年生ぐらいから明らかに悪化してたからな。人と話したくなったのもその時期以降だしね。なんだっけ、まあ、ほら、忍者ハットリくんの真似をして、ハットリハリケーンって言ってる頃とかはあったじゃん、まだ。あの頃は、普通に嫌な子供だよね。
普通に性格の悪い、ちょっとまあ、まあ、ドラえもんで言うとスネ夫みたいな感じで。スネ夫が大量にいたみたいな感じだったかな、俺たちの。あの学校みんなスネ夫だからね。ジャイアンも。あ、それはそう。基本スネ夫。で、僕ドラえもんで一番スネ夫が好きだったし。あの、あれ、なんか合唱コンクールみたいなやつあるじゃん。うん。あれも俺たち端っこでサボってたの覚えてるわ。ああ、サボってた。小学校の時に練習しようぜ。うん。ああ、何？自分たちで集まるやつ。そう。ああ、そういうのサボってたわけじゃないけど、うわぁ、やりたくねえなぁ、つって端っこでなんか、なんかめっちゃ女子とかに怒られてんの。ああ、そうだね。僕ら基本的に不良だよね、そう考えると。うん。ね、だから不良だからさ、結局不良らしく、生活した方が良かったんだよね。それはあの、多分、長沢くんの一巻に書いてあったと思うけど、なんか不良らしくしてみようみたいなやつにしたって。ああ、あったね、なんか。あの、藤木とかがなんか、やってたよね。そうそうそう。長沢くんは何するんだっけ？髪をいじるんだっけ？そう。で、あと、なんだっけ？長沢も藤木も眉毛剃っちゃうんだ。ああ、剃ってたね。で、藤木に、どうしようみたいな言われたけど、なあ、君は、きっとこれから帰るんだから、その格好で帰れよ、つって、ああ終わり。そうだ。長沢くんも好きだったな。ちびまる子ちゃんのキャラだと。なんだろうな、お前はどちらかというと、ハマジニではあるんだけど。まあね、見た目はね。さくら、長沢なんだよ。うん。うん、沼かな。さくら、さくら、どうしたんだよ。ブー、ブー太郎だ、ブー。そっちはひどいね。ブー太郎だ、ブー。マスピーターだ。それ学校でやろう。それ学校でやったら人気になるよ、きっと。学校で波平の真似したよね、確か、中学校の時。さよう。さよう。全然似てない。似てないけど。だってあれもさ、とっさに言われたから何もできないから、波平って、さよう、つって。さよう。てかね、突然言われてそれが出てくること自体は俺は非常に評価したいし、それ言われたら多分俺笑うと思うわ。さよう。波平って言った時点でその、バカモン。バカモンじゃないよ。バカモンじゃないよ、それ。バカモンやるってにわかだよね。そうだな。だから、さようになる時点で、俺は評価するし、その場にいたら多分笑ってたと思う。うん。さよう。お前のモノマネってね、確かね、あの頃は、さようと、キュアレモネードだと。あー、キュアレモネードね。あれもさ、まあ、学年主任のあの人とか、いる時にやったんだよ、なんか。うん。なんか昼休みにさ、なんか、その日、推薦入試かなんかで、ほとんど人いなかったんだよ。あー、あったね。うん。その時に、なんか、みんなでモノマネやろうみたいな、ことを、まあ、草間たちがさ、行ってきたけど。で、僕は割と中学校まではそういうのに一応参加はするような人だったから。いやいや、参加するような人だったから。じゃあ、キュアレモネードっつってやってみんな本当にドン引きしてたな。あれですよね。ちびまる子ちゃんが僕ら大好きなわけだけど。そうだよね。ちびまる子ちゃんとかサザエが僕らすごい好きなわけよ。そうだね。ね。その時点で割とこう、学校、小学校とか中学校だとみんなさ、まあ、高校もだけど、ナルトとかワンピースが好きなわけじゃん。うん。僕らナルトワンピース知らないわけじゃん。うん。そこでさ、やっぱりさ、ちょっと、ずれてっちゃうよね。そうだね。ね。僕らだって小学校の時スーパーミルクちゃん見て喜んでたじゃん。もうだからさ、その時点で歪むの決定してるんだよね。スーパーミルクちゃんを見て喜ぶ小学生っておかしいんだよ。あれ、子供わかんねえだろ、ネタ。今思うと。俺だってもうよくわからず見てたけど、でもそういう風になってしまってるから。ね、感知セックスしようみたいな。うん、あれだよ。あれダメだよ、あれ。それを気づかず学校で言ってたらどうなってたかっていう。やばかったね。
感じ。それ、東京ラブストーリーのネタなんでしょ多分。だよ。うん。それも最近分かったもんね。そうだね。うん。あっちが最初だもんね。そうだよ。あっちの方がね、ミルクちゃんで感じを知ったわけよ。そういうことだよ。うん。まあ、ミルクちゃんを僕らが見てなかったら、でも見てなかったとして、ナルトワンピースを見てたかって言うと微妙だよね。そんなに、なんだろう、テレビ漫画が好きなわけでもないっていう。うん。僕らアニメとか見るけども、別にアニメすごい好きかっていうと、そういうことではないよ。っていうか、面白いドラマがあったならば別に見てもいいけれども、ああ別にアニメにこだわる必要はないですし、なんか見ようとも特別思わないっていう。うん、そうだね。ガンダムは好きだから見るけどっていうぐらい。ああ、まあね。まあ、僕が見るアニメっていうのは、もうガンダムもそんな見ないんだけど、アニマックスとかキッズステーションでやってたやつなんだよ、結局。まあな。うん。僕好きなアニメ、ま、キン肉マンとかまあ好きだけど、まあ、キャッツアイとかさ、ルパン三世とかド根性ガエルとかそういうやつなんだよね、基本的に。好きなアニメは。まあ、いわゆる名作って言われるやつだな。うん。まあ東京ムービー系だよ。ああだいたいテロップで最近トムスエンターテインメントって書かれてるじゃん。コナンとか、ああいう感じ。あれ系、ベルサイユのバラとかもそう。明日のジョーもそうか。多分。じゃねえの？多分あれ東京ムービーだよね。2とかは。実際面白いしね。そう、実際面白いんだよ、あの辺のメジャーのやつって。そうなんで、僕意外とさ、マイナーなアニメばっかり見てると思われがちなんだけども、違うんだよね。メジャーなのしか興味ないよ、むしろ、きっと。そうだよね。逆に言うと、メジャーしか見てないよね。うん。しかじゃないけど。マイナーアニメってそんな、まあ見るっちゃ見るけども、熱心に見るのはやっぱりメジャーなアニメなんだよね。本当の意味で。キューティーハニーとかさ。うん。マジンガー Z もそうじゃん。ゲッタよりマジか、ね、面白いんだよね。うん。メジャーなアニメって面白いんだよ。サザエもまあそうだしね、それこそ。マルコも。うん。そうだよ。ド根性ガエルなんて超メジャーじゃん。そうだね。うん。メジャーなんだけども、地上波ではやってないんだよね。まあ、キテレツは地上波でやってた ね。再放送。キテレツすごい見てたな。でも、みんなの面白いところと、俺たちの面白いところが違うんだよね。違うよね。確実に違うよね。うん。しかも、その面白さってさ、家電内でもボブさんとか、ゼッタ君は別にそこ面白いと思ってないよ。うん。僕らだけなんだよ。変なんだろうね。うん。僕ら明日のジョー見てゲラゲラ笑うけども、みんな笑わないと思うよ。かなり笑ってしまうよね。超笑うけどね。俺の、毎回見て笑ってる。家でもかなり笑ってしまうもんだって。もうスマイリーの死とか爆笑でしょ。あれはね、だって初めて見た時、笑い止まんなくて8回ぐらい見たからね。最高だよね。いやー、笑うよな。すごい笑いよ。キテレツとかも爆笑するけど。そうだね。豚ゴリラが喋るだけでちょっと楽しいよ。うん。釣りバカもね。そうだね。そうだね。もう。釣りバカも。サザエさんとかでも普通に笑うもん。ああ、超笑いよ。毎週サザエさんが一番笑ってるよ。最高だもんな、サザエさん。だって、もう、ノリスケ出たらもう笑うの。面白いのになぁ。最高だよ。うん。そうだよね。なんなんだろうね。ド根性ガエルもまあ笑うけどね。ルパンも。ルパンね、
最近見たけど、面白いね。ああ、トモルパン。え？あれ、なんかさ、あれじゃない、3じゃない ?3、あの赤いやつ、赤いやつ。ああ、あれか。あの、オープニングが、チャラララ、チャチャチャ、チャチャチャラチャ、チャララ。どうだったか覚えてないけど、うん、それそれ。うん、まあ、今夜こそ女神のじゃないでしょ。そうそうそう。揺れる瞳神秘の海かじゃないやつでしょ。そうそうそう。うん。まあ、ただ、普通に面白い。普通に面白いよ。普通に面白いっていうか、普通に超面白いから。うん。だどこから見ても面白いんだよ、ルパン。そうなんだよ。びっくりすることにね。そこだよね。だから、最初から見ちゃいけない。ダメなんだよ。ナルトはさ、ダメなんだよ。続きものじゃん、あれ。っていうか、あの、どこから見ても面白いのが面白いんだよね、俺たち多分。うん。ジョーもさ、連続ものなんだけどさ、途中から見ても面白いよ。ジョーはどうやっても面白いからな。だってジョー、カーロスのあたり全然見てないよ。見るけど、いずれ。そうなんだ。どこから見ても面白いのがアニメだと思ってるんだよね。だから、こう、合わないんだよ。お、ワンピースとか。ものすごい音飛んだわ。あら。そうだね。アニメはどこから見ても面白くあるべきっていう。うん。あの、ドラマもさ、大体どこから見ても面白かったりするんだね。まあ、相棒とかそうだよ。そうだね。うん。ああいう、だから一話完結ものじゃないと僕アニメダメなんだよね。アニメってほら、アニメって子供が見るものじゃないですか。そうですね。僕の中ではアニメは子供が見るものなわけ。大人が見るのは恥ずかしいわけ、ね、アニメは。本当はな？うん。僕はアニメすんごい見てる上で言うけど、アニメ子供が見るもんなわけよ。基本的には。まあ、昔から深夜アニメとかあるんだけどね。大人の感傷に耐えるって言った瞬間もう。そいつぶん殴るよ、俺で。うん。うん。大人感